始まってますよ。はいっていうお茶さんへの,のいつもちょっと真似してみました。どうぞどうぞ。どうぞ,どうぞ。どうぞ,どうぞ。脱い脱いじゃってください。お茶屋さん、ジャケット脱いで。はいでね、ちょっと暑いですか？<あ>大丈夫ですか？<い> <laughs> そこまで、ね。 あれあれちょっとそれ下着も脱がなくていい下着まで脱がな,下も脱がなくていいちょっと脱いちゃってくださいって言ったのが良くなかったねっちょっともうはいもう、はい、ちょっと待って<え>パンツのジャックは下ろさなくて大丈夫っちゃったいいいい,い,い,いいですいいですいちょっと暑いかなと思っていはいジャケットだけでね我慢してセーターもセーターも着たらちょっとね きた、きてる、きてる、まだきてない、まだきてる、梅ちゃん、もうきてる。ちょっとなんか、映ってるカラスに、ちょっとまだ。このタンクトップ、はい、セータのね、きてください。でも、さすが。流行ったじゃない。流行ったじゃん、タンクね。G. T. O. とかさ。言いたいことも言えない、こんな世の中で。きてたね、学ランのズボンで、上はタンクトップ。かっこいいけど、ちょっと今日は。 セーター着てはいあれですねクリスマスカラーですね今日のセーターですけどもあ、それじゃない今そうなんですよクリスマスっておちゃおちゃ<え>着る着方がセーターの着方がもうちょっと下手くそだった <laughs> 頭が引っかかってそう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 ,そう <laughs> どうなんですかクリスマスはエジプトってやるんですかうん結構あのなんだかんだやっちゃいますね。 やっちゃうの。サンタさんも来ますしまあ来る家庭と来ない家庭はあるみたいなんですけどえ来る家庭だったんですか来る家庭でしたうちの父もそうだったみたいですカイロに育ったうちの父もいいのそれ言っちゃっていいの大丈夫大丈夫大丈夫本当に大丈夫大丈夫結構みんなあのクリスマスソングも歌ったり学校でとかってやるん全然そんな中まあ 家庭にもよるとは思うんですけどはいはいでもえ、うん、ーサンタさん来ましたかお茶屋さんちお茶屋くんちには来たサンタさんですかうん <laughs> うちは<あ>そうですねケンタッキーだから来たんじゃない <laughs> あっお,お茶屋さんサ,サンタさんはだっているいるもんね <laughs> いるいるいるといるうちにはいる人じゃなかったみたいなふ <laughs>、うん、ーんあれちっちゃい頃なはいうん なんかね、こう、年上の兄がいるとですねはい早いんだよね、サンタさん来なくていいかってなるのが <laughs> え、何歳何歳ぐらいでし僕はもう小学校低学年の時には兄がもうだって間もなく中学に入るぐらいの時だったんではいサンタさんはこの家はいいかってなっなっちゃったかなんだろうね <laughs> 確かに中学生ぐらいでね、あの来るのがね、ぴったりとねねえ来なくはなるけど、でも それそのねまだ弟さんの分はねそっか忙しかったかなサンタさんサンタさんうちはあんまり来るのが早いやあんまりだからクリスマス好きでしょう好<き>すっごい好きっていうオーラ出してたじゃないですかこの番組であ,あそうですか <laughs> そうですもうもうなんかううワ,クワクワクしちゃいません,んこのイルミネーションとかなんかこのクリスマスソングが店内でこうか,かけ られちゃってるそんな感じとか。あ,あ、そうなんですね。僕はあえてあまり言わないです。そこに関しては、自分がどう思ってるかは。そうなんですね。ふ、うん。ふんクリスマスの見解については。うん。<laughs> あれはとあのさ、あの歯歯が取れた時子供の時に、うん、あのエインジェルチュース出てきました。ケンタッキーには。 なんすかそれ <laughs> アメリカ多分これアメリカなんじゃないかしら日本だとね下の歯は上に投げてお家のね外からね、うん、で上の歯は下にねお家の下の毛下にこう入れるっていうアメリカは歯抜けた歯を枕のね下に置いて寝てると、うん、起きたら次の日コインになってるとかっていう、えー、エンジェルが来たってそれないんですかややったたすかやりまま来まししよて来うち エンジェルたち。そん時は。どこにいたんですか。日本ですか。どこででも来ました。日本ででも。でもエジプトにいても。それこなかった。うん、ケンタッキー。あのですね。はい、うちはですね。はい、ケンタッキーにいながらもですよ。はい。全部。ジャパンスタイルでやってましたから。なるほど。はい。じゃあ投げてた。 っていう派ですかいや投げはしなかったですけれど歯<は>の話だけに関して言ったらどこスタイルでもないです。ジャパニーズスタイルでもないし、うんあのー、アメリカンスタイルでもない。 でもお母さんはためてるかな歯歯ためてたら怖いうちの母が俺らの歯をコレクションしてたら怖いそうですか強いて言うなら親父が自分で抜いた歯がなんか常に洗面所に置いてあってなんか捨てようとするとすごい怒られてたってやばいって言っ捨てちゃダメだったんだそういう感じだったんですけれど私の家はケンタッキーにいながらにしてすべてジャパニーズスタイルでしたそんなね 行ったところでクリスマスがどうとかねそういうねジャパ日本をレペゼンして行ってたわけですよあれは代表としてそうですよねそうだよ家の中で靴脱いでたちゃんと脱いでた脱いた友達にも脱がせるでしょ脱がせてましたそういうことですよ友達に納豆食わせましたか納豆私嫌い 納豆 <laughs> ごめんなさい <laughs>。え？納豆嫌いなの？納豆 <laughs> 嫌いごめんなさいちょっとねそこは外国人ダメなんですよあの匂いがね。匂いがいいんじゃない？いいらしいんですけどねうちのいとこたちなんて日本の方ね、はい、毎日必ず一パック食べてるって聞いて。食べます。うーわーおわおと思っておネギ入れたりとか。ーー <laughs> ごめんなさいちょっとね納豆は。 でもいいんですよねえ、アメリカ人の後食べさせて大丈夫でした食べっても、だからこれはもうだからカルチャーだから、はい、日本食でもてなすわけですよ、うん 友達が泊まりに来たりとかしたらうん、うん、夜はだからもう日本うちで日本トンカツとか食べてその味が忘れられなくてっていうような友達もいっぱいいるのえー、あでそれで日本に遊びに来てくれたりとかしないんだよこれが <laughs> いつ全然しねえんだ <laughs> <れ>ヘンタッキーのさ、うん、大変なのドアツードアで二十四時間かかるからまあでもそれはそれでいいんだけどそれで日本に来たらーアボーケの家に来たらその親戚が送ってくれた あれですよ。独眼竜政宗とか見せたりとかしてましたよ。ええー、すごい。はあ、日本本当に。本当ですよ。 代表としてバットマンが流行ってた時はあのおかげでしたのあのトンネルズの二人がやってたホモマンってのも見せましたしそれを見てたもう爆笑してましたよわかるのわかってただから Why are you this guy's in メジャーリーグって言ってあいちいちちゃんと説明したねチャーリーシーンと一緒に出てたあの日本人がこれ日本ではコーランみたいなさ出てましたね出てましたね全然なんかインジャパンをみんなに分からせようっていうよりも君はどうせアメリカ にかぶれてみたりとか、エジプトにかぶれてみたりとかして、今日本に住んでるのに、納豆も食えないなんていう。話なんだろう。そのことね、海苔巻きも作ったし、お稲荷さんも作ったし、お団子もよく作ってました。そうかアメリカとか、日本で、いや、教えてもらっては、は、いないですからね。アメリカの大学時代は。うん,うん、うん。かとか。アメリカのスクール行った時も、弟と二人でなんか作ったりしてましたね。懐かしい。なんか、折り紙とかを折って。はい その学校のみんなに教えてあげたりとかうん,うんしてましたね懐かしいそんな感じ以上ですピスタチオで,以上でしたということでピスタチオ J ランおしまい